続きまして、プログラムディレクターの祖父江先生より本日の総括を行っていただきます。祖父江先生、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。まあ、総括というか今の議論が総括になっていると思いますが、本当に皆さんありがとうございました。長時間にわたってご発表、それからディスカッションいただいて、私としては今の総括のところもちょっと申し上げましたけども、毎回ですね、これ若山先生もおっしゃったんですが、毎回こう新しい局面が出てきて、でしかもそれが目標に少しずつ近づいてるっていう実感をですね、持てる場面が毎回あるという感じを持っております。で今日もですね、今まで の, ちょっとこう数理とバイオが少しこうずれていたとか、数理の中でどういう形でこう収束させたらいいのか、あるいは未病というのはどういうものを定義づけて数理でいくのがいいかっていう、そのアプローチの仕方も含めてですね、非常に建設的なご意見をいくつかいただいて、私は非常に感銘を受けた次第でございます。これ目標をたどり着くのはまだちょっとだいぶ距離があることはあるんですが、未病っていうのはこういうものらしいぞというところをちょっと見せれる、プレリミナリーを見せれると本当は次のステップが踏み出しやすくなるのかなっていう、これはいろんなガバニング委員会とか、それから評価の先生方の委員会からもご指摘を受けているところでございますので、またぜひ皆さんと一緒に頑張りたいというふうに思いますので、ありがとうございます。それから今日非常にたくさんのオーディエンスの方においでいただいて、熱心に、ご参加いただいたということでございまして、改めて最後にオーディエンスの方々に感謝申し上げたいと、ぜひ今後とも私ども ご支援いただけるとありがたいなというふうに思っておりますので、どうもありがとうございました。これで私の部分は閉じさせていただきます。どうもありがとうございました。改めて感謝申し上げます。祖父江先生、ありがとうございました。